なんかさ、アップデートしたら iPhone の通知音変わったんだけど、なんか透明感ある音に、透明感って言うと肌みたいだけど、なんか透明感ある音になった。ピコ、何なんだろうねこれ。え、あ、やっぱ変わったよね、違和感すごい。え、やっぱり良かった、私の iPhone だけがバグになったわけじゃなかった、よかった。ゴルフ行く前に始まったって、やっほー。今日は長くて1時間、短くて30分ぐらいの目安で配信しようかなって思って。そう、どんな始まりのアーシャが変わっただと、本当にそうなの、マジ。あ、本当、え、あれ、アップデートしてない、なんだろう、後でアップデートし、電話の着信も変わった。え、あれ、ってかでんちゅ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 んみたいな、ちゅん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 じゃないの。え、今つるしグマ来た、懐かしい、つるしグマやん、こんなやば、ヤンさん、ハーブのダメさん、ありがとう。ツルシグマや、懐かしい。小次郎さん、ありがとう。スノードーム、懐かしい。1年前の記憶がよく覚えてたと思わない、私も。ツルシグマねえ、昨日の日暮らし良すぎて音源聞いてもチャケの声じゃなくて泣いちゃった、だってねえ、私の音源発売。ゆうちゃんのメールにチャケが登場してた。お、嬉しい。チャケのこととても好きだって。やったー、嬉しい。ゆいさん。りなちゃんの卒業公演ぐらいの時に、確かね、そう、チャケいいやつだなって言われて、やったーって言った。そう、謎の会話しました。あ、ほら、ポンって。この音よ、これ。ツルシグマかなかなかな。セリちゃんがカルボナーラ専門店行きたいってだって。え、セリちゃん、ね、セリちゃんと行きたいお店がたくさんあるんだけど、セリちゃんとまだあの一回遊んだ以降遊びに行けてないから。え、行きたい。長谷川さんだよね、カルボナーラ専門店。あそこも一緒に行きたいな。セリちゃん、セリちゃん予定合わせたいです。今年中に絶対行きましょう。待って、大竹さん、発言が面白いって書かれてたの、ゆりさんに。発言、なんか変な発言したかな、わかんないな。おつ、おつあり、おつあり、おつあり。オンデマコメントでマチャリンって書いてたけど、普通にさん付け忘れ、え、そう、さん付け忘れたって思ったの、その場で分かったんだけど、その場でも分かってたんだけど、でも思い出したのが、なんかだいぶ前のなんかマチャリンさん生誕祭の時に、なんだっけ、あだ名そのままと敬語なしで喋ってって言われたのも思い出して、え、さんつけたいけど、え、どうしようかなと思って、オンデマコメントからあだ名呼び始めた。多分本人に目の前で、そう、さんづけじゃなくてニックネームで呼んでもいいですかみたいな、てか名前で呼んでもいいですかっていう風に言ったら、絶対いいよって言ってくれるっていうか、むしろそう呼んでみたいな、敬語もなしで喋ってみたいな、前から言ってくれてるんだけど、そう、じゃオンデマコメントから始めてみました。次会った時普通に言ってみよう。焼きそばさん、500回目の方もありがとう。ナイス、500回、ありがとうございます。500回。昨日声出しすぎて顎が筋肉痛だって、いっぱいコールありがとう。存じ上げておりません、おもろかったで、マジ。
ちいかわ事件ちょっかい出したくなるとも書かれてた。わあゆりさん、私の扱い方がどんどん上手くなって困っちゃうな。それは困っちゃうな。9日の話会初めておしましで参戦するね。嬉しい、ありがとう。待ってる待ってる待ってる。つけない方が自然な気がする。わちゃりんわちゃりん、呼んでいいですか。そうなんだ。iPhone アップデートしたらエアドロが自動的にオンになってて、隣の人にデータ見られるしってなって、やばすぎ。それはありがとう、気をつけるね。焼きそばさん、つるしぐま10個ありがとうございます。つるしぐま、うおー、つるしぐまって書いてあるね。懐かしいよね。1年前にこれなんだっけって言って、つるしぐまって言い始めたギフトが1年越しに返ってきました。昨日チャケに対しての破綻、鬼可愛かった。マジで可愛くて、本当にマジで、私ね、先に劇場に入ってたの。みんなの集合時間より早めに劇場に入って、1時間くらいでね、ステージ上の方で一人で自主練習してたのよ。んで踊ってたら時間になって、まあ、だんだんメンバーが集まってくるわけですよ。そしたらなんか誰か来たなと思って、その入り口の方に見たらハータンがいて、あ、そうだ、今日ハータン一緒だった、そうだそうだと思って嬉しいと思って、あー、おはようって言ったら、あーって言って走ってきたの。超かわいい、あーって言って、って言ってきたからね、何可愛いんだけどって言ってねって言って、ハータン今日いるの嬉しいんだけどって、私も嬉しいみたいな、チャケがいてくれて嬉しいって言って、いやーって言って二人でなんかそうこうやって手つなぎながらハーって言ってそう、最高。確かに昨日半分迎えてチーム A でしたね。確かに何か公園の空気感が懐かしい感じしたのはそれかもしれない。うんうん、そのハータンかわいい、ほのぼの。そうなんよ、でよろしくねって言って、ね、曲で絡むところがあったり、なんかで近いところがあったりした、ニコニコで笑顔を私に向けてくれたあの一瞬の出来事は忘れないよ忘れないわよという気分でございます。お、500回の人がいる。お、どっちだっけ、精進さん、勝ち神さんじゃない気がする。わかんない、どっちだろう。え、全パターン、精神さん、精進さん、勝ち神さん、勝ち神さん、4パターンということで、どれかが合ってればいいんだと思います。500回目の方もありがとうございます。イエーイどれか合ってる、これで全部間違ってたらごめんなさい。ありがとう、いっぱい来てくれてね、嬉しいです。名前は覚えてるんです、いつも来てくださってるのは知ってるから、そう分かってるんだけど、読み方だけはちょっと覚えてなかったです。うちさん、吊るしぐま10個ありがとうございます。吊るしちゃって吊るしちゃって、ありがとうでも違う、あ、確かに勝神さんの可能性あった、ごめんなさいね本当に。まあ確かに私の名前が大竹だけでさ、とどまる可能性はないですよね。もしかしたらね、大地区という名前かもしれないし、
ひとみってさ読み間違いがどうしてもないじゃないですか、ひらがななので。そうそう、私はなんか名前を間違えられたり読み間違えるような経験は多分一生ないんだろうなと思うんですけど、うんうん、ね、なんか今ピコンって来てた、うん、きっとゾゾタウンか、あ、ゾゾタウンだった。ゾゾタウン特別割引、お気に入りブランドが割引クーポン対象です。でその前はコンタクトのアカウントから来ていて、その前は LINE 漫画から来ていて、その前はアベマから来て、でその前はショールームで。大丈夫そう、友達いる。朗報です、映像倉庫枠の98抽券が当たったので、先の卒業公演入れます。おー最高ー、ありがとう。絶対1月21日に使ってください。イエーイ、やったね。ゾの特別割引は毎日あるからもう信じねえぞ。え、わかる、もう信じてない。ヤッホーこんばんは、チャゲシカカタン、ヤッホーこんばんは、どうもこんばんは。そんなに通知してたらすぐ電池なくなりそう。確かに今充電さしたままにしてるけど減りは早い。でもなんか大事な連絡気づかないことが多くなって、最近はずっと通知オンにしてる。すごいバカでかい音でマックス通知音で撮ってる。さすがに電車とかは切りますけど。アマゾンのブラックフライデーって今日までだよね確か。みんななんか買いましたか？私はなんか日用品しか買ってないですね。結局買ったは買ったんですけど、パックが切らしてたのでメリヒールのパックとヘアオイルを買い足しました。なんでフライデーが欲しいやねんだって。取られちゃうからじゃない？わかんないけど。モバイルバッテリー買った、いいね。おすすめのモバイルバッテリーとかある？軽いやつがいいよね。今でっかいのなら持ってる。うんうん、もつ鍋、買った、いいね。駆け込みで特に買ってない。カメラ用品いいですね。着る毛布買った、やばすぎ。一生家から出たくない。枕買った、おーいい、大事。睡眠てか快眠用品って大事。そうやっぱ笑われてる。カシャカシャフライデーカシャカシャだから欲しかなって思ったけど違うかな。あれ、なんか星も星になるかなっていう風になってるやつ、なんか想像ができて言いにくい。へー、こんばんはこんばんは。あ、加湿器買いました、ありがとうアドバイス。この前なんかそんな話あったよね、ちょうど。ストーリーに紹介してタグつけたら見れる。だって見れる。見れるよ。そのやり方で結構いろいろ見てるよ。加湿器ね、私も今フルパワーで頑張ってもらってます。もう倒さない。え、かわいい、メリークリスマス。嬉しい。誰？ジョイポンさん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。かわいい、なんだ今の。いいね、や
とうございます。945日の連続配信もありがとうございます。945、待って、なんかすごいの来た。吊るし9個もする勇気。吊るされてなかったぞ今。結婚して10個もダメです。ダメでございます。加湿器掃除しなきゃね。わかるわかる。なんか気づいたらさ、お風呂みたいな感じになってる、あの赤い汚れ、赤カビっていうんですか、あれつきそうな、あの予兆が見えて、この前拭きましたね、ちゃんと。そう、なんか入れるのは上からがっつりジャバーって入れられるやつになってるから、入れるたびにそう洗うけど、そうそうそう、嫌だよね。カビとかマジ無理。私喉が弱いからさ、カビあったら絶対もう終わっちゃうから、そう、そういう掃除は徹底している。そうマジで、そう、加湿器のカビで肺炎かかる症例あるから気をつけ。そうなのよ、肺とか喉とかさ、そう弱いから。歌うの好きなのにそこが一番弱いのよ。気をつけます。そうだから、お風呂とかもね徹底的に掃除してるわ。そうなんすね、怖いよね。今日も可愛いな、だってありがとう。今日メイクちょっと違うんだ。何が違うかっていうとね、道具は変わってないんだけど、アイラインちょっと下げてるのよ。アイラインちょっと下げて、いつもより長くしてて、そうで眉毛の長さもちょっと長くしてて、そうで下まつげのマスカラを昨日の公演より濃いんじゃないかなぐらいつけてて、まあ、簡単に言うと目の幅と、なんか縦幅と横幅が広がってるように見えるメイクにしてみたんですね。あとここの下の部分も色のあるアイシャドウ入れて、そう、なんか上も前尻のギリギリまで色のせてみて、こう髪の毛取った時でもなんか目の横幅っていうんですか、ピョーン、これ気になるな、音消そう。そう、幅広く、縦幅広く横幅広くを意識したメイクにしてみたら、はい、変わりました。私今日のメイク結構お気に入りです。うん、メイクってすごいよね、本当にすごいよね、わかるね、顔変わるもん、ある程度。やばすぎ、なんかもう一文字のとこのコメントだけパッて見ると嵐かと思うから笑っちゃうね。そうそう、目の感じ変わるよね。昨日の公演とっても楽しかったです。卒業前にもう一回行きたいって欲張りおじさんです。だってよかった、楽しくいいって言ってくれて、もうどんどん行こうよ。どんどん行こうよっていうか、見たいと思ったら、私が出るのであればね、ぜひ来てほしいわ。消したまま忘れて通知見落とすに3000点、マジ危ない、ほんとやばすぎ。そのピョーンって iPhone の着信音か。そうです、さっきのよくわかんないピョーンってやつ、なんか雫みたいな音は、そう iPhone の新しい着信音だそうです。今日声がかすれてて、昨日何したのって言われたらってやばすぎ。ありがとう、いっぱい声出してくれて。次はいつ出るの？今月出ます？だってわかんない。本当に本当にわかんない。
昨日の公演楽しかったからまた出てほしいね。ポジション忘れないうちにお願いします。これ今月の20日過ぎとかになったらまた覚え直しです。え、マジでそう、僕対出演する側も倍率高そうやもんなってのは大正解で、そっちのが倍率高い説ある、もはや怯えすぎて卒業発表してから公演何一つ申し込んでない。あ、本当になんかトラウマを植え付けてしまったみたいで申し訳ないな。また別ポジってことはさすがにないよね。ない、ないわ、それはない気がする。うん、だからりなちゃんの卒業公演が多分超絶イレギュラーだった。超絶イレギュラーだったのがあのタイミングで、その前まで私が出てなかったっていうだけだって。そうなの、昨日のポジションがなんか、うん、重力で思い出す旅とそのままでやってたポジションのようなほぼ変わらない感じかなというイメージですね。はい、当然卒業公演は行きたいけど控えたからって最後入れるとは限らないので、行けるなら絶対行っとけの気持ちだって。なーねーねー、心の葛藤。ねえ、りなちゃんポジもう一度見たい。無理、もう忘れたよ、何も覚えてないよ何も覚えてないよ即答で草だ、もう一曲も覚えてないひぐらしのチャケもいいが、愛しさの大竹も捨てがたいだって。愛しさのディフェンスだけならできるよ。で、愛しさのディフェンスだけだったらできるけど、そういうわけにいかないのが公演じゃないですか。あれとこれだけをやりたいと思ったら十何曲覚えなきゃいけないという世界なので無理です。夜風の仕業が生で聞きたい人生でした、だって、あー 2,3 年前の記憶だよね。そうね、確かに。てかね、多分絶対当時より今の方がちゃんと歌えるっていうのもあるな。確かにな。ピエー、りなちゃんポジの記憶は軽井沢に置いてきたって書かれてる。本当にそう、もう軽井沢どころか小樽まで置いてきました。やっぱりポジションを一つ覚えるって大変なことなんだ。うん、はい、とても、なんだろう、うん、私は無理な人ですカラオケ配信はもう卒業するまでしないですか。今やりますか、まあ、ライトが落ちそうになった。今だったら目の前にイヤホンがあります。あ、どういうノリ、こういうノリ。あと30分ぐらい配信しようかなと思ってる。このさっきのピコンってきた、音何だったかっていうとニトリですね。はい、あの人からの通知というものは私にはないのでしょうかはい、ニトリ、ニトリなんか21時からライブ配信するらしいです書いてありました、ニトリライブをチェックみたいな言われたんですけど、ニトリライブチェックする前に自分のライブをやってるのでちょっと無理そうです。申し訳ない、ニトリさん、ニトリさんには普段お世話になっております。
ニトリライブ気になる。あ、今なんか来たと思ってパッて見たらデリッシュキッチンだって。大丈夫、私友達いる。あの今日キョンちゃんに会ってきましたよ。久しぶりに2人で遊びました。そう、今日はねキョンちゃんとかき氷行って、あとなんか街ブラして洋服見たりとかコスメ見たりとか、なんか久しぶりに学生みたいな遊びしました。聞こえますか？聞こえますか？皆様生きてますか？イヤホン近くにあってスタンバイすごいね。うん、スタンバイというかね、あの生活必需品が手に取れる場所にしか置いてないです。やばすぎ。へへへ、はははふふふ、ほほほ。これさ、プラスとマイナスあるんだけど多分変わんないよね。これ何が、お、なんだ今の音、絶対やばい音した。なんかボタンがあったから押してみたんだけど、なんかすごい耳に今耳障りな音が、ノイズが入った。すいません、あ音が小さい。なんで、あー音が小さいですか？でかい。でっけでっけ、わらわらわらやばい。ごめんなさい。で、鼻すすったりするときはこれぐらいの距離感で、喋るときこれぐらいにすればいいってことですね。 OK です、わかりました。耳死んだ、ごめん。多分割とちゃんとこれぐらいなんか距離感が大事なマイクなんでしょうね。あーごめんなさい。カラオケだって何がいいんだろう。なんかすごいここだけ眉毛剃ったんかぐらいの明るさですけど、反射してて眉毛が見えなくなるってことあるんですね。近ければ大きいけど話すと小さいんだったら近い方がいいんですかね。うん、にー、あー鼻水鼻水。人気曲ランキングクリスマスソングがもう入ってますよ。ぺーていうかさ、充電早い、なんかなくなるのめっちゃ早いんだよね。もう 44% なんだけど、ショールームやってたら。それこそモバイルバッテリーをぶっ刺すタイミングでは、えい、えい、いやー、よし、これでいけるで。すごい、なんか久しぶりにカラオケ画面見たわ。ピエー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 、あ、右腕が痛い。なんとも言えないこの高さの右腕が痛い。へーふえーふえーふいふい、なんか、あ、私これ歌いたいわっていう今の気分、うん、難しいわね。誰今の。難しいわねって感じ。ピッてやってみようかな。ジェネチェンになっちゃった。ジェネチェンはちょっと歌いにくいな。ちょっとな、さっきなんか見つけたんだけどどっか行っちゃった。
夜風は入ってないんよ。並ぶコメント欄も久々に見た。それなあ。キュウリ屋さんありがとう。ロッカールーム、ロッカールーム探す。
やばすぎ、ロッカールームかね、3、4ポジやったわ懐かしいの。ある、あったあった、あるんか。時なんて16人の時代だよ。散々練習したんだろうな、当時研究生や昇格したてのおたけさんは。びっくり。イエイ。ギフトもありがとう、みんな投げてくれて。ね。よく覚えてるもんだなと自分で感じました。ローカールームボーイ君は、あと何あるかな、エモ曲でもいいし何でもいいけど。ラクロスの練習の決勝やばい部員でしたね。 B の思い出、 A も思い出だけど B はなんかよりあれだよね、前のエモさを感じますよね。わかる。なんかないかな。コメント欄を見てみよう。
A 公演やっちゃう。確かに A 公演でも勇気のハンマー懐かしい、やったよねショールーム選抜の時に。 A 公演なんかパッて今出てくる曲ないかな。ローカルームボーイ、君は自分で立ち上がるしかない。何かあるかな。ははははは はん、なんかあるかな、あるかな。お、ええやん。君虹入ってない、確かないよ。ちょっと待って、一回探してみるわ。もしかしたらアップデートして入ったかもしれん。絶対にないだろうけど。君ないですね。なんでないんだろうね。君ないか。ない。あ、き、いいじゃん。私これやったことないけど。鼻水。キモくせカモルコ。I'm a healer.
チ屋ですかっていう死ぬほんとに聞いてますかみんなあの聞いてますか次なんか歌系のっていうコメントあったんで入れてみました。ひえや、入れてみました。まあユニットではねやってないけど、中盤の白い衣装に必死になって着替えてる時によく聞いてたなと思って入れてみた金木犀です。となんか来てたっけな曲、なんかさ入ってる曲と入ってない曲はいろいろあるよね。うわやば、これ歌えるかわかんないけどやってみようかな。おもろすぎみんな。ちょっと歌えるかわかんないけど一番で終わると思うけどちょっとやってみようかなっていう。I'm gonna
言ってる音の原因が多分このなんだこのゴムのシリコンみたいなゴムのこれがずれる音だったっぽいですね。そう、ちょっと待って、季節感確かに。チーム A コンサートのチーム A コンサートのセトリがマジで好きすぎて、今日インスタのストーリーにあげたと思うんだけど、インスタのねそのストーリーズに何時間音楽今年聴いてましたとか、このアーティスト聴いてましたってやつが出たと思うんですよ。であれ他にも項目があって、何のプレイリストを一番今年聴いてたかってやつが出るんだけど、第1位がチーム A コンサートだった。自分が作ったチーム A コンサートのセトリ、練習でももちろん使ったんだけど、セトリが好きすぎて普段から聴いてたらそう1位だったっていう話っていう話です。よかったな、楽しかったな、あの夏あの夏みたいな急にエモい感じに言うけど、よかったわ。なんかこれってのないかな。あ、これはまあ外せないよねっていうね。すごいすごい前に感じるよね。そう、いいセトリってマジで何回も聞きたくなる。そう、うわ、ディアマイいいね。待って、ディアマイめっちゃいい。あり。え、ディアマイいいね。あれ、歌うの難しそうだけど、一人で歌うの。やってみようかな。私、歌ったことないよね、一人で。いいね、いいね。目についたら入れてくから、もし、聴いたい曲で、私がやったことありそうな曲だったら歌えると思うんで、コメント欄に残しといてください。後で拾うかもしれません。実でディアマイはどこですか。ディアマイはね、なんかちょっとなかなか歌詞がおほーんって感じですけど、私曲すごい好きで振り付けもすごい好きなんですよね。立ちつてディアマイ、立ちつてディアマイ、うん、この辺にありそうだけどな。でで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 、立ちつてて、つティーチャー、え、どこだ、ディアマイどこだ。で、待って、ディアマイないとかある、本当に言ってる。もうショールームのカラオケにこの顔です。え、そう、ハウスミュージックの代表曲、本当よね。だからこそあの振り付けが好きだったというのに。もうこの顔から動きません。
ちょっと本当にやってる。へえ、そういうこと、そういうことするんだ。そういうことするんだ。はーん、はーん、はーん、はーん。って感じです。そんな目で。あはー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 。ひどい。今完全にもう Kiss me baby ってやるつもりでしたよ。ここまで準備しといて、そんなことをする、君のことは、まあ、一生許さないよという気持ちでございますけれども、まあ仕方がないのでどうにもならないってそんなに言うんだったら、まあ、別に私が諦めるしかないっていうのも、まあ、分かってはいるんですけど、まあとはいえこの気持ちを裏切られたというのは、すごく、心に傷がつきましたということを先に伝えておきたいなという気持ちはまあありますよね。はい、うん、ありがとうございました。これじゃない、これじゃない、これじゃない、これではない、私が歌いたいのはこれではない、これではない。コメント欄に助けを求めます。あー確かにね、誕生日やばい、エモ、エモっていうか懐かしい。少女たちよね、いいね。確かに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 。ドゥイドゥイドゥイ、なんだっけ、ドゥイドゥイ、摩天楼いいね。あ、その辺やりましょう、ぜひ。ドゥイドゥイってなんだっけ、US 感じゃなくてなんだっけ。君を好きになっちゃってごめんね、ごです。私の頭の中ってどうなってるんだろうね。よくこれでタイトル出てくるようなって思う。かきくけこ、さっき見つけた、でも確か、うん、でもフルで歌えるか分かんない。うん、一人で歌うの多分めっちゃきつい。ちょっとみんな歌って、we'll be right back.
懐かしい。楽しそうなのでよし、楽しかった。ベイビーベイビー、うん、楽しかった。なんかね、途中でマイクこうくるくる回っちゃうんだよね。向こう側にマイク行っちゃうから声遠くなるんだろうな。ああこう持ってばいいのかな。お、ああうんうん、ああ、おお、ああ、あとなんかこれって言ってた曲を思い出していく回なんですけど、うんふふん、コメントで、あ、これって言ったやつ入れてくんで、はい、お願いします。
そう、とんでもないことしてた、実は。逆の振り付けやってたら頭こんがらがりました。楽しいよね。待って、もう9時40分なんで、やば。あらら、まあ10時ぐらいまで行っちゃおうかな。 楽しい。マジやめた後もカラオケだけはやりたいなって思うよね。ちょっと待って、これはね、ちょっとリクエスト多かったからね、やりたい。私多分息吸ってた、吐いた記憶しかないけど。 あ、水がうまい。あと何着てたっけ、少女たちよと君に会う旅と、あともう一個着てた、なんだっけな。少女たちはね、後ろの方でも多分良さげな雰囲気出るから。 DJ はあるのかな。なんかどこに行っちゃったんだろう。見つけた順で行っちゃうね。
なんか僕の太陽公園の曲って入ってんのかな。なんか僕隊とか夕日っていうリクエストはあった気がする。君にじゃないんだ。大好き大好き、この曲をすっごい聴いてる。久しぶりの声出しすぎて近くの人たちに怒られるんじゃないかなっていうぐらいちゃんと歌ってます。ラララララチャラララタラララタタララララドゥルルルドゥドゥルルルタラタラタラララララ。いいねいいね。ね。
曲を探しています。なるほどね。っていうのも何がへーっていうかっていうと、ビンゴとかはあるんだけど、僕の太陽もあるんだけど、日暮らしとかはないっていう。なるほどねでしょう。夕日があるかはちょっと見てみないとわかんないので探してみます。あー、夕日はあるわ。夕日僕の太陽、夕日ビンゴ僕の太陽はありました。ボイセンガールあるのかな。ちょっと未来の果実の検索だけしていいですか。夕日はやりたいけど、みーまみー、これあの眩しい時の目です。未来ないや。うーん、厳しいわね。うーん、夕日を見ているか。君が好きだとおかしいな。ありがとう、みんなギフト投げてくるので、ちょっと読めてないんですけど、歌いながらもコメ欄は追ってるのでありがとうございます。どんな一日だったかなんて、帰り道考えるよね。悲しいことや辛いこともあるさ、楽しいことが勝ち越せばいい。家族や友達や周りの人に心配をかけたくなくて、無理に微笑み嘘いくつかついて、君だけが抱え込むのはやめて。季節の風の時感じたい、足元の花に気づいたり、小さな出会いに透かしゃできたら、僕らは幸せになれるんだ。
喉乾いた。本日も浄水器が大活躍。いて、ハーブ使った。いて。ごめん、なんか飲む音全部拾ってんじゃないかっていうぐらいマイク近いままで飲んでたわ、最悪。まあ次、歯とコップの皮も響いてない。あたりは少しずつくる。レイダーもなかった気がするな。描く点線みたいな星たちね。あ、僕の太陽のアルバムも私の年間で聴いた曲リストにめっちゃ入ってた。そう、僕隊先月久しぶりに出たんだけど、曲は好きでアルバム好きでめっちゃ聴いてるから普段。そう、ランキングに入ってたね、上位の方に。はい、ビンゴ行ってみようかな。ワンツースリーフォー。うっす。
なのでここで漁港から笑う無理ね、うおうおしてた。最後も魚だらけだったもん。最後私のカメラ魚でいっぱいでした。チャチャチャーン。
ぶりに歌いましたね。え、新曲入ってんのかな。一人で歌える気しないけど。ああ入ってないや。入ってないんかい。チャララララララっていきそうだけど。うん、入ってなかった。チャ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 、イエーイっていうことでした。寝たあと約1曲少女たちよがリクエストにあったのを私は忘れていないので、それは歌おうと思います。気づいたら10時も10分で、風呂に入りたい。本当にね、お風呂に入りたくなったら痒くなってくる体が。一日入らない、24時間以内に入んないともう体痒くて無理。はい、
まった一週間大変だよ本当に。もうこんなもうメンタルが持たないかと思ったんですけど、終わりました終わりましたっていうのを春先にやったんですよはいはいっていうっていうのが春先にあったんですよ。まあ結果が出るのは明日の昼頃かなって思うんですけど、みんなのことを信じてやっぱ1位だったなって思うことにして、とりあえず今はカバーイっていう。やっちまったな。おノリが通じててよかったっていうことがあったんですよっていうふりこんばんは、お疲れ様でした。あ疲れたあ疲れたとか言って、なんか盛り上がりなんちゃら指数8700やばすぎ。盛り上がってる。ニガトをはじめましての方もこんなところで急に始めてびっくりしますよね。AKB48 の大竹ひとみです。いい飲みっぷりだって。さすがに1時間近く歌ってたら疲れました。あ疲れた。唐突に始まった1時間ぐらいのカラオケ配信疲れたあーありがとうみんな、なんかお付き合いいただき、イエーイ。あー疲れた。え2時間配信してんの私やば。あほんと、あらほんと、トゥルルルトゥ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 本当にお疲れ様、楽しかった。本当によかった、ありがとう。えうん30分、短くて30分、長くて1時間の配信にするしたら2時間配信してたわ。トゥルルルトゥトゥトゥル楽しかった、よかった。楽しかったなら何でもいいです。イエーイ。ああやばすぎ、急におっさんになっちゃう、はあ、ありがとうございましたはい、ちょっとイヤホン取りますね。皆さん一回音量気をつけてくださいチャゲちゃんのこのノリ本当に好き、飲みに来たみたいだって。確かにカラオケ付きのなんかあのちっちゃいスナック来た感覚で、AKB 曲縛りのスナック来た感覚で楽しんでください。はい、引っこ抜きますよ。うるさいかもしれないので気をつけてくださいね。イヤホン引っこ抜きます。気をつけてください。はい、ありがとうございます。その耳注意、そう、待って待って、少女たちよ、結構声出してんな。少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る。あ許容範囲かな。右から左、後ろから前、あ許容範囲かな。いやどんぐらい声出てんだろうと思ってえ、めっちゃ出てた多分声。すいません、すいません、ちょっといろんな方向にね、とりあえず最初に謝っとけばいいかなって軽いかな。いや誠意はね、誠意は伝わってるよ。壁ドンされてないから大丈夫で。ほんとされてるかもよ。両耳さイヤホンでさ閉じて、でっかい音量で音楽聴いてたから気づいてないだけで、四方八方から叩かれてるかもしれない。四方八方から叩かれてるって言い方やばいね。ボコボコやん私。すいません、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 全方向謝っときましたので、あこれで無事でしょう私は。まあまあ
ー楽しかった。私もなんか日暮らしとか入ってたらよかったのにね。私も歌いたかったんですけど残念ながらありませんでした。あと思い出すたびに辛くなるとかね、リクエストしてくれた人いたんだけど、ちょっと歌いきれずすいません。ちょっと疲れた、さすがに1時間。それもなんかやっぱり何度も言うんだけど、アイドルの曲は16人とか8人とか、まあ、ユニットでも3人とかで歌うように作られてたり、歌割りが振られてるので一人で歌うと疲れるんですよね。うん、だから公演ではちゃんと歌えてるはずなのに、カラオケ配信の方が音外したりとか、そう人気持たなくなったりするのは許してくださーん。弱すぎ。ひざかやか。水水。あ、ちょっと証拠ね。アイブリッタ。もう生き残りがこれしかない。これ最近の私の相棒。水買ってたらもうお金が足りないから浄水器にしたっていうやつ。ああ、少女たちよ、夜明けが来る。ああ、お疲れ様でした。ありがとうございます。お風呂に入ろう。 Thank you。 楽しかったので、皆さんもいい夢見てください。お、今日金曜日の夜だったんだね。見れる人多かったんじゃないかな。よかった、ちょうどね。いい週末を過ごしてください。ありがとうございました、まあ、仕事の方もね、土日仕事の方もいると思うけど、応援している私はね。とか土日お休みだけど1週間分放置した洗濯物がある人とかも絶対いる気がするんで、頑張ってください。応援しています。今週末こそ絶対にトイレ掃除と浴室掃除をするとかいう人もいそうなので、頑張ってください。なんか妙に自分の私生活覗かれてる気がするというふうに今ギクッと思った方、頑張ってください。はい、大竹さんは2日連続床で寝落ちしてるので、ベッドで寝ることを目標に今日は早めにお風呂に入ります。はい、びっくりしました。この話だけして終わっていい？そう、なんか昨日1時半ぐらいにもうマジで記憶なくなっちゃって、それがお酒でとかじゃなくて、普通に久しぶりの公園で疲れてお風呂から上がって、この座椅子に座って、あのホットカーペットがついててブランケットをあの肩までかぶってたら記憶がなかったんですよ。それで寝ちゃって、はって起きたらなんかこの座椅子が膝裏にフィットするように、なんかちょっとあの段階的に折りたためるようになってんのね。こう背中、座面、足みたいな、こう斜めのなんかこういうのがあるのよ。こういう状態で、ここの角の部分がちょうど首のところに当たってて、こう寝っ転がってる時のここにね、ここにここにこう当たってて、でなんかすっごい痛くて起きたの。だから多分このままこう寝てこう下がってっちゃったんだと思うんですけど、そうじゃあここにぶっ刺さって起きたんですね。でそれが朝の5時とか5時半とかで、で激ヤバって思って、そしたらもうなんかデスボイスだったの、声がカピカピすぎて、えこれなんか風邪でもひいたんじゃないかなと思ったら、ただの乾燥で暖房ついて電気もついてホットカーペットもついてみたいな、加湿器だけついてなくて最悪と思って、なんで加湿器ついてないんだよって思ったら、その前日だっけ、その前の日だっけ分かんないけど、
あの加湿器倒して水全部リビングにばらまいた自分のせいで夜つけるのが怖くなってつけてなかったって、一番大事な時に加湿器ついてなくて、でボロボロになって、あもう今日声出ないわって思いながら、あのなんとか這いつくばってベッドに行って二度寝したんですけど、それでまあ昼間普通に過ごして、あ体調元気だし余裕だろうと思って配信始めて、まあ言うて朝も喉カピカピだったし、まあ、湿度もあんま高くないし、まあ、30分とか1時間話せればいいかなと思って、ショールーム始めたんですけど、はい、2時間配信しましたっていう一日でした。お疲れ様でした。はい、そういう一日だったよっていう話です。ありがとうございました。ネタを作るための生活してる人なんだろうね、なんか知らんけど、なんかね多いよね、本当によくわからない。平凡になんかうまくいかないんですよね人生。いや人生はうまくいってるんですけど、なんか毎日ただで終わらないんですよね。何なんだろうなと思って、明日は平凡にいければいいなと思います。頑張ります。お疲れ様でした。で壇上読みます。おちょうど変わった、すいませんね今日ギフト全然読めなかったんですけど、たくさんの方が、なんだっけタイムマシンじゃなくて、なんだっけこれミラーボールか、なんでタイムマシンかわかんないですけど、はい、ミラーボールとか投げてくれて嬉しかったです。なんかなんだろう、なんでタイムマシンだったのか、銀色のなんかでっかいのってイメージがあったんでしょうね。感覚で生きてるのがよくわかる最後のコメントでした。13位ハーブのダメさん、ありがとうございます。12位焼きそばさん、ありがとうございます。11位レインボーさん、ありがとうございます。10位ザナトさん、ありがとうございます。9位桜のお友達さん、ありがとうございます。8位ヨッピーさん、ありがとうございます。7位トットさん、ありがとうございます。6位英語さん、ありがとうございます。5位渡辺三郎さん、ありがとうございます。4位小次郎さん、ありがとうございます。3位せんちゃん、ありがとうございます。2位あいまろくん、ありがとうございます。そして1位は虫のとこさん、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。なんか初めての方とかもちらちらいたのは見えてたんだけど、そんな中でずっと歌いっぱなしでご挨拶できませんでしたが、ありがとうございます。ミラーボールもなんかめっちゃ多分タワー何本分とかになってたと思うんですけど、本当に読めなくてごめんなさい。でもなんかみんな楽しんでくれたみたいなのですごい良かったです、楽しかったです。私もはい、ありがとうございます。おやすみなさい、おやすみなさい、バイバーイ。あれなんかどこだっけ、これカラオケの画面になっちゃってんの。バイバーイ、おやすみんじゃねー、バイバーイ、ベッドで寝まーす、じゃねー。